おそらくそのベンチとかは、うん、やられたとか、うん、ね、トニー、ね、トニーも多分、うん、わやられたって、うん、ただ僕結構正面ですよ、ちょっとトニーバーネット選手のこと今トニーって言ったちょっとそこちょっと生きりましたねそこそこなはい、ナミさん、はい、YouTube です、はい、ちょ聞きたいことがありまして、はい、プロ野球の、うん、まあ、野手、うん、まあ、主に内野手かな、はい、のポジショニングについて教えてほしいんですけど、はい、まあ、ランナーがいたりいなかったり、うん、まあ、いろんなケースがある中で、はい、まあ、イニング数とかアウトカウントとかもあると思うんですけど、うん、このケースはこのポジショニングをするとかっていうのって、どういうふうに決めて、うん、どういうふうにこう指示が出されて、そのポジショニングになってるの、うん、っていうのを教えてほしくて。ポジショニングね、野手の、うん、あのね、基本的にというか、うん、試合前にも決めんねん、うん、はいはい、どこを守りましょうというか、うん、まあ、僕内野手やから、うん、そのカードあるやん、うん、どこどこと戦うその3連戦の頭に資料を、ね、まずデータの方からもらうねん、うん、はい、そのね、偵察というか、うんうん、でその最近の試合とかで相手チームのね、うん、選手がどこにどんな打球を飛ばしてるかとかっていうのを見せてもらえるというか、もらえんねん。うんうんうん、で、それを見て、打球傾向やね、うんうん、打球方向の傾向を知る。うんうん、はいはいはい、うん。で、自分のチームの投げてるピッチャーのボールと兼ね合いやね、うんうん、をイメージ、想像して、うん、じゃあこの辺守ろうか、うんうん、とかっていう感じで動くね。おー、ただ、基本的に内野の守備って、うん、だいたいショートセカンドが軸になるというか、うん、ショートセカンドのポジショニングによって、サードファーストも、うん、一緒に動いていくっていう形になるから、うん、だから例えば左バッターでプルヒッターってなると、うん、セカンドが1、2塁間を占めるよね、はい、ってなるとショートはセカンドにくっついて、うん、セカンドベース方向、うん、セカンド方向に移動していく、うん、そしたらサードも一緒にサードベースを開けて三塁線ね、三塁線を開けて、うん、ショートの定位置近くまでずっと動いていく、うんうんうん、でまあ、基本的にその内野の体系っていうそのセオリーっていうのはあるんやけど、うん、だから特殊なバッターっていうのがいて、うん、特殊なバッターってどういうバッターかっていうと、うん、引っ張るとゴロになる、うん、引っ張るとゴロになるけど、うん、流すとフライしかないよとか、うん、そういう傾向のあるバッター、傾向のあるバッターとか、うん、っていうのもおるから、うん、でなるとゴロが来る確率が低いのに守る必要ってないや、うん、だからできるだけもうそのゴローが飛ぶゾーンに行く、うんうん、だからあの映像とか見せたらたまにあると思うんやけど、左バッターやったら、うん、ショートがセカンドベースの真後ろにおるとか、うんうんうん、ショートのポジションに誰もいないとか、うん、ありますね。で、そういうバッターで例えばショートゴローは少ないけどサードゴローは飛んでるっていうバッターとかもいたりするのね、うんうん、ってなるとサードは定位置におるとか、うん、でショートだけがガラガラになってる、はいはいはい、うん、とかっていうのもあるし、そう、だからこれは試合前のそのデータミーティングの時に渡されるデータの資料をもとに、うん、まあこういう傾向があるよねっていうのをまあ自分でまず判断して、うん、で、コーチにこうやってしましょうかとか、こうした方がいいですよねとか、コーチと一緒に決めていく。っていうのが基本になるよね。結構それ、傾向出るもんですか、わかりやすく。出るね。へ、結構出る。あ、そうなんや。うん、だから僕が経験したというか、うん、11年間やってて、うん、ポジショニング決まったなっていう、うん、経験1回だけ僕はあるねん、あ、1回だけある、うん、でそれいつかっていうと、うん、僕はスワローズに移籍した年が2014年やったんやけど、うん、2015年の交流戦、うん、でスワローズ対オリックス、うんうん、の試合で、うん、最終回、うん、2アウトでランナーが3塁とか2塁とかやったかな、うん、でピッチャーがトニー・バーネットで、うん、抑えのピッチャーが投げてたんやけど、うん、バッターが T ・岡田選手、うんうんうん、でもう1打同点とか、うんうん、1打逆転とか、うん、サヨナラとかのケースだったかな、うん、でその時に僕ショートで出てて試合、はいはい、で T ・岡田選手って僕パ・リーグにいた時から対戦経験があって、うんうん、ファイターズの時に守ってたポジショニングっていうのがあるのね、はいはいはい、でそのポジショニングを僕は把握してたというか覚えてたから、うん、僕ショートで自分で動いててん、うん、T ・岡田選手用のポジショニング、はいはいはい、でこれがどこかっていうとショートがセカンドベースの後ろに、うん、ちょっと引っ張りのイメージは確かにあります、ね、で引っ張るゴロは、うん、あのゴロになるというか、うん、で引っ張る場合はゴロになりやすい傾向なりやすい、うん、で流すと、うん、あんまりその
ゴロが多くなるじゃん。うん、だから、バーネットが投げて、T 岡田選手がカーンって打って、で、もう結構いい感じで捉えて、で、もうバーネットの足元をカーンって抜けていって、だからみんなおそらくそのベンチとかは、やられたとか、トニーもね、トニーも多分、わ、やられたって。だから僕結構正面でそれ撮って。ちょっとトニー・バーネット選手のこと今、トニーって言ったんで、ちょっと、そこちょっと生きりましたね。そこそこな。トニー、まあ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 。まあいいですけど。ごめんなさい。ちょっと言い切ったかもしれない。ちょっと言い切ったかもしれない。そこは。あ、もうちょっと僕だけかな。多分、思ってると思う。ちょっと言い切ったらこいつってなってると思うんですよね、今の。はい。まあまあまあいいです。で、さらっとね、僕結構正面ぐらいで取って、アウトにして試合終了になった。あの、センター前抜ける、抜けたっていうあたりですね。そう。僕が正面ぐらい取って、アウトにしてゲームセットになったっていう、はい。それはでも気持ちいいですね。気持ちよかったね。してやったりみたいな。そう、やっぱり交流戦ってなるとなかなかね、資料でデータをもらったとしても、実際にね、プレイを見てるケースって少ないやん。だから交流戦で、普段対戦しないチームとね、試合するときは、大胆に動きにくいね。選手のその、意思で。わかりますね。ちょっとまあ半信半疑というか、まあ自分が見て経験したことじゃないからっていうのもありますもんね。そう。その時には僕はもう結構がっつり寄ってたから。知ってたというか経験があったから。経験があったからね。よくそこに飛んできてたから。だからまあアウトにすることです。それは気持ちいい。これはね、ほんまに、ファインプレイ。ほんまにポジショニングのファインプレイ。そうだよね。気持ちよかった。だから僕がイメージ残ってるのは、やっぱり西選手。西選手。あの、セカンド、ジャイアンツ、ベイスターズの西選手が、なんかそのポジショニングでアウトにしてるイメージってなんかすごいあるんですよね。はい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 。まあ印象かもしれないですけど。そう、だからね、あの、ポジショニングで大胆に動けるのって、やっぱりセカンドの方がショートに比べて大胆に動きやすいね。あ、そうなんだ。大胆に動きやすい。で、これなんでかっていうと、ショートって三遊間からファーストってめちゃくちゃ遠いね。めちゃくちゃ遠い。で、大体その深いところで取ると内野安打になるね。だから、そあんまり締めてもしょうがないというか。そうやったらアウトにできる確率を高いところを守りたいから、あんまり三遊間をがっちり締めるっていうことはないねんな。ない。ただ、セカンドの場合は投げる距離が短いから、どっちかに極端によって取ってしまえばアウトにできるね。なるほど、なるほど。だからセカンドの方が大胆にポジションを変える。変えることができる。なるほど。っていうのもあるから、だからセカンドのポジショニングが大胆で、すごいポジショニングうまいよねって感じるのってセカンドが多いね。ああ、そういう理由があるんだ。そうそうそう。ははは。逆に言うと、バッターもさ、そんなに極端にシフト敷かれたらさ、いないとこに打ってやろうって思えばいいのにって多分ね、感じる人っていると思うね。思う、やっぱり。それね、バッターってそういうもんじゃないね。普通に打ったらそこに飛ばないからデータって出んねん。意識してもあんまりというかなかなか打てへんねん。できるもんじゃないんですね。そう。だからシフトを敷かれたらシフトが勝つケースが多いねん。はぁ。打てへんの。普通に打ったらそこに飛んでないから野手がいない。だってさ、メジャーとかってもっと極端なシフトを敷いたりするじゃないですか。すごいやん。やばかったりするじゃないですか。半端じゃないやん。はい。そう。だからね、あれ、防ごうというか、バッターも、それで、あれだけね、その、極端にシフトを引かれたら、逆打ちゃいいやん、とかってね、簡単に思いがちじゃない？思っちゃいますよ。なんで、野手折れへんとこに打たへんやろとか、じゃないねん。そう。そこに飛ばへんからデータが出てんねん。なるほどね。そう、狙っても、なかなかいかへんねん。いかへんもんやねん。そうなんや。で、いないとこに打とうと思ったら今度自分のバッティングを崩してまで言ってみたら普段やってないことをやらないといけない。ってなるとこれもまた余計難しいことだったんですね。そう。だからどっちもやるね。なるほど。そう。だからまあアメリカのメジャーリーグで言うとね、2023年からその極端な守備シフトを禁止するあ、そうなんですかね。もう決まったんじゃないかな、確か。来年から実施されるんじゃないかな。へぇ。おそらくね。そうなんや。なるほど。そうそう。なるほどね。だからその内野手のポジション、まあ外野手もそうやけど、さらっとやってるようで、実はそのね、守ってる位置には根拠というかね、理由があるんですよ。なるほど。っていう話や
でね。わかりました。はい。ありがとうございます。はい、今回の動画は以上になります。もしこの動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。